どうした?何を泣いてるんだ?泣いてなど、いません。そうか。そうかって、それだけですか?なんだよ。お前、やっぱり泣いてるんじゃないか。だって、あなたとしぐれ様は、兄弟なのに。ああ、そのことか。別に泣くような話じゃないだろ。どうしてそんな平気な顔で言うんですか?どうせ、ゴーマだからって言うんでしょうけど。質問しといて自分で答えを言うやつがあるかよ。やっぱり、ゴーマだからと言うんですね。いや、その答えは不正解だ。ゴーマだからじゃない。悲しまないのは、俺たちが剣士だからだ。互いに本気で切り合う時の、あの研ぎ澄まされた心を刺すような感覚。あいつに勝ちたいのに永遠に切り合っていたい。そういうたまらない感じがあったんだ。しぐれとの切り合いにはな。しぐれ様も楽しそうでしたよね。少しわかるような気がします。理解はできませんけど。それでいい。理解したら俺たちみたいになっちまうからな。そうですね。次はいつあんな切り合いができるんだろうな。心配いりませんよ。ん?あなたがしぐれ様にしたように今度はあなたを倒すために技を磨く剣士がきっと現れます。おう、そうだな。お前のその前向きさ、しぐれみたいだな。なんか急に夜桜あんみつが食いたくなってきたぜ。夜桜あんみつ?ご先祖様の国の甘味でな、しぐれの好物だったんだ。へえ、どのようなものかは知りませんが食べてみたいです。よし、全部終わったら食いに連れてってやる。楽しみにしています。そのためにはこの戦いに勝って生きて帰れよ。六郎こそ約束ですよ、夜桜あんみつ。ここに残ってると多分巻き込むわよ。危なくなったら逃げるわ。でももう少しだけここにいさせて。しぐれには意志を解放してもらった恩もあるし、何よりこの人案外寂しがり屋だったから。そうなのか。知らないのね、兄弟なのに。ずっと剣の修行ばかりだったからな。俺もしぐれも。ごめんなさい、皮肉じゃないのよ。思う様に生きて死ぬ、きっとそれでいいのよ。私は嫌いじゃないもの、そういう人間が。そうか。変わった精霊ね、あんたも。どういたしまして。六郎、最後に何か言ってたよね。しぐれにか。うん、僕が聞いていいことじゃないかもしれないけど。別に構わない、ただの昔話だ。しぐれが主家に謀反を企てたって話な。あれは嘘なんだ。俺が嘘の密告をした。なんで。上位打ちの大義名分を手に入れるためにさ。ゴーラン、しぐれの名、当主の地位。昔の俺はそんなものが欲しかったんだよ。後悔してるの。まさか、しぐれにも気づかれてたしな。それよりあの時なんでしぐれに勝てると思ってたのかがわからん。あの人強かったね。当然だ、最強剣士の一族蘭月家の当主だからな。六郎は後を継ぐの。いや、俺はゴーマだしな。それに兄貴に勝てればそれだけでよかったんだ俺は。抜く、いや熱っ、いやいや熱っ。いちいち騒がないでください。火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。
ここが地脈油田だ。おかしいぞ、メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣手。だが大魔師でも四聖種の煮えたりうる魂はしぐれ、オスカ、テレサ、あとはわしくらいであろう。上からだ、奴は山頂か。三つの煮えでは三聖種しか目覚めず、カノヌシの力を封じることはできん。のみならず一角を欠いた治水花粉は火口を巻き込んで暴発するだろう。四聖種を同時に覚醒させたくばわしの魂を奪いに来るがいい。どう思う、マギル。罠じゃな。メルキオールが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だがあいつは長い間聖主の復活を企んできた大魔師だ。そう、故に全て偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけど、マギル、あんたはメルキオールの身内なのね。全くもって今更じゃな。昔のわしの名はマギラニカ・ルー・メイビン。メルキオールの養女で破門された元弟子じゃよ。マギラニカ、血腕の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。ベルベットとアルトリウスの関係と似たようなものじゃ。恩も恩ものベルベット、信じてくれとは言わん。じゃがわしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。私は頂上に行く。いつも通り勝手にね。うむ、わしも勝手についてくぞ。いつも通りにな。ちょろいぜ甘いぜちょろ甘ですね。暑いぜ寒いぜあじゃ冷たいぜ。何ぶつくさ言ってるの。河口で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか。熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑さむでしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧みーなものがわしは嫌いなんじゃ。ほう、じゃああれはどうだ。背豚の中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートかけレーズン、干しぶどうの存在そのものが許せぬ。仕方ない。それならピーチパイはどうだ。質問の前提がわからんわ。あんた自身のことは大嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈融点に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね、自分を。恥ずかしいことを言うな。四聖種を目覚めさせるために必要な魂、あと一つ。ベルベット、大丈夫？必ずメルキオールを食らって煮えは揃えるわ。そうじゃなくてベルベットの体のことだよ。テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、しぐれを食らって平気なのかってこと？それなら大丈夫よ。しぐれの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの。でもこの通りよ。具合悪そうに見える？強がってるように見える？ううん、きっと慣れたのよ。体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん？僕が心を持って変わったみたいにベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって
乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は、あとでキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる？いいけど、あんた私に料理させるために褒めてくれたわけ？そんなんじゃ、あ、うん、バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ行くわよ、メルキオルを喰らいに。うん。メルキオルの本性がいまいちわからんな。一体どういうやつなんだか。一言で言うなら、タイマ氏の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つタイマ氏とて、所詮は人間。そして救わんとする相手もまた人間。まっすぐな誠意だけで世界を救えるはずもない。タイマ氏が汚れぬためには、その影を、汚れ仕事を担う影が必要なのじゃよ。なるほど、それがメルキオルか。清涼にいた頃は気づけませんでした、あの方が何をしていたのか。だが、なんでメルキオルは汚れないんだ？世界を救うタイマ氏を支える、その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの。あんな氷の心にはとてもとても慣れなんだよ。あ、もしかしてマギルーは。そう、わしは時代の筆頭タイマ氏、アルトリウスの影になるべくメルキオルに育てられたんじゃ。ところが目論みは大失敗。わしはその期待に応えることはできんかった。予定通りに言ってたらメルキオルじゃなくお前と戦ってたわけか。そうじゃなくてよかった。まあね、マギルーが精霊を動かしてたら全く出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがの。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい？いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。私たちは勝てるのでしょうか、あの特等大魔師メルキオル様に。ズバリ勝率は2割じゃな。2割？そこまで望み薄ですか。わしの術も今ある大魔師どもの術や技もほとんどあのジジイが伝え広めたものじゃ。わしが同時に3つの術を張ればジジイは6つの術を巡らせる。手の内は全て知られ、力の差は歴然。断りで考えれば2割でも甘いやもしれん。確かに。じゃがわしらにはベルベットや棒六郎がおる。感情をむき出しにして暴走するあやつらに計算は効かん。不確定すぎる要素じゃが、デメによっては勝率を跳ね上げてくれるじゃろうて。ですね。敵としてはこの上なく厄介ですし。と言ってもあくまで正面からぶつかった場合で、当然のごとく裏をかいてくるのがあのジジイじゃ。どう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。冷静な分析は悪いものじゃない。その冷静さこそ逆境を覆すための大きな武器になるはずだ。何よりマギル、相手の手の内を知っているのはお前もだろ。そうか、そうですよね。まあの、じゃがあやつに弱点だぞ。冷静に見直してみろ。勝機は案外目の前に転がっているものだ。転がっておるか。ではせいぜい下を見て歩いてみるかな。四聖種は本来治水化風の自然を調和させ、世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖種が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。ま
まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖種の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖種の力、精霊と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だっていうのか。第五の聖主カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖主を復活させるためにな。心を無に返す。でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノ主による精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノ主の力を制御し人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノ主の制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように、どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ、人間の理想のための煮えだ。カムイ！させるか！違うぞアイゼン！言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。よっ、あと100歳若ければ。100歳？制約で寿命を伸ばしておるんじゃよ、何百年もの。それが断りだって言うの？不自然な欲望でしょう。わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だがあやつときたら、断りを乱すのも人なら超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術をためる時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。おしさんよ、
まこと感情は厄介じゃの。なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや汝らの道具ではない。何が起こったんだ。助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしのケリをつけただけじゃよ。じゃが感謝するなら物で送れ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとの。それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔師でも魔女でもの。生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、4人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。タイマシどもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の御座の上だ。同志アルトリウスもそこにいるけど、カノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。うん。キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。ひとまずは安心ですね。メルキオルの言葉ははったりだったのか。真実をもって迫るのがあのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖主の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地は、これからの数百年で
大きく変わるだろう。数百年、いずれは火山も噴火するだろうが、先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たらあっという間なんだろうね。じゃが、カノヌシは沈めの聖主、あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。ま、どうでもいいがの。よくないですよ。メルキオル、強かったね。そうね、マギルーが隙を作ってくれなかったら勝負を番ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた本当はとどめを刺したかったんじゃ。こだわるなら最初から一人で戦う。やつと戦う理由を持つ者が集まり戦った。好機が転がってきたのがお前の前だった。それだけのことだ。わかったわ。メルキオルが個人的な都合でアイフリードを陥れたなら、これで肩はついた。だが奴は人の意志を踏みつぶしてでも汚れない世界を作ろうという断りのもとに動いていた。ならばアイフリードの真の仇は聖領の掲げる断りそのものだ。アイゼンの仇討ちはまだ終わってないんだね。ああ、アルトリウスの首もカノヌシの首もお前たちがボケットしていれば俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら俺を出し抜いてでも首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は全力で戦う、それだけだよ。それでいい。これは実に純粋な邪水なんじゃがの。腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい。その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいこと分かります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく、何をカリカリしておるんじゃ。わしはただ腹は減らぬかと聞いておるだけじゃって。だったら最初からそう聞きなさいよ。どうなの、お腹減ってる。そうね、言われてみれば空腹を感じるけど、魂を打ち出したこととは関係ない気がするわ。じゃあ何なんだ。カノヌシの沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの。おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕もお腹が鳴りそう。実は私も先ほどから美味しいものばかり思い出してしまって。そもそもマギルーがこんな話を始めたのは自分の腹が減っているからじゃないのか。いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか、なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。ならキッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマトシチューを作ります。うわー、エルノア様の手料理楽しみです。早く船に戻ろう。まったく、飯ごときで盛り上がりよって。わしなど、わしはスイートボルシチカレギア風が食べたいんじゃ。なら後で桃を調達してきて。桃？カレギア風ボルシチにはデザートのピーチパイは欠かせないでしょ。ベルベット、よくも無事に戻ってきやがって。ボスから言われてきたのよ、あなたたちに助力するようにって。ちょうどいいわ。町の方はどうなってる。私もヘラビーサから来たから鎮静化の状況はわからないわ。けど聖領はヘラビーサの北方を第四種管理区に指定したわよ。第四種管理を放棄したということですね。メイル潮の住民たちは全員無事保護されたわ。連名で最下の剣士討伐の嘆願書を出してたけど。当然でしょうね。ちょうどいいからこの町を新しいアジトにしようぜ。温泉付きのアジトなんてそうそう見つからないぞ。そうね、モアナたちはここに残していった方がいいわね。
ダイル、モアナたちをお願いします。へへ、ここまで来たら頼まれなくったってやってやるさ。頼もしいわね、ダイルのくせに。くせには余計だ、とっとと行け。ベンウィックたちがヘラビエサで準備を整えてるぜ。おい、ロクロ、兄貴との勝負はどうだったんだ？しぐれは切った。だが、ゴーランを叩き切ることはできなかった。ゴーランが黒金のよりすごい刀だったからか？いや、黒金の太刀はしぐれが全力で打ち込んだゴーランを受けて、刃こぼれ一つしなかった。こいつがなかったら、俺は切られていただろう。ゴーランを切れなかったのは、俺が未熟なせいかもしれん。けど、お前が勝ったんだろ？ああ、二刀の技と黒金の力を合わせてな。なら、お前が持ってる限りその太刀は青鸞だ。真剣、叫ぶ嵐を制する黒金青鸞だぜ。黒金は納得すると思うか？バカ、あの頑固じじいが納得なんかするかよ。次はもっとすげえ刀を打つ、そういうに決まってる。だからロクロ、お前もこの程度で満足してんじゃねえぞ。ああ、俺ももっと強いやつをぶった切る。ゴーランを超える黒金青鸞の伝説を俺が作り上げてやる。おうよ、それがゴーマモノの心意気ってもんだ。そこを行くタイマシ様、以前この町を治めていた一等タイマシテレサ様をご存知ありませんか？え、この町に秩序と規律を再び取り戻すことができるのはテレサ様ただ一人なのです。どうか聖領の本部に伝えてください。ヘラビーサの住民はテレサ様を待っていると。たとえ最下の剣手に襲われたとしても、テレサ様がお戻りになるまで俺はここから動かない。動かないでどうするの？危なくなれば必ずやテレサ様が助けに来てくださる。あの氷のように冷ややかな眼差しとともに。テレサは戻ってきません。テレサのことが好きなら守ってもらいたいではなく、彼女を守れる男になってください。なんかあなたの熱い眼差しもちょっといいかも。サイカやゴーマが町に現れた時の避難経路を相談しているんです。前にサイカが暴れた時は大混乱になって怪我をした子供らもいたもんで、ひとまず脱出用の船を用意していつでも海に逃げられるようにしとこうって話してたんでさ。町の住民全員が船で脱出するのは難しいですよね。避難船はいい考えですが、陸路も必要だと思います。確かに、でも陸路の場合避難通路からゴーマが入ってくることもありますよね。ええ、その場合は町の門と同じように避難通路の警備が重要になってきます。できればゴーマだけが通過できないような工夫ができると良いのですが。一部のタイマシが精霊を使えなくなってますし、精霊の常駐も期待できないですし、厳しいですね。私から精霊に請願してみますので、皆さんもどうか諦めずに考えてみてください。もちろんです、諦めたりなんてしませんぜ。自分の命は自分で守らないとね。聖霊にお願いなんてできるの？訓練所時代の知り合いにシルフもどきを飛ばしてみます。彼なら裏切り者という私への不信があってもヘラビーサの球場には目を向けてくれるはずです。おい、いつまでお前はビビってやがる。サイカの剣手が怖くて漁師がやってられるか。この町をめちゃくちゃにしたゴーマが生きてたんだぞ。いつまた現れるか。もう現れておるがな。ベロー、そんな風に弱気を見せたらますますサイカの野郎につけ込まれるだろうが。でも俺たちにはゴーマ一匹倒すことだってままならないんだぞ。だから漁に出て魚を取って食料を確保するんだろうが。学校じゃそんなことも教えてくれんかったのか。まったく、そのヘナチョコ根性を叩き直してやる。さあ、船を出す準備を始めるぞ。熱い親父だな。あの暑さにはゴーマも近寄らなさそうだね。おかえり、特等どもを倒したんだな。ええ、
でもまだ同志と聖主が残ってる。いよいよ最後の決戦だな。いいものが手に入ったからやるよ。リンゴ？気休めだけどお守りだ。フォーチュンアップルっていう珍しいリンゴでさ、幸運を呼ぶって言い伝えがあるんだ。フォーチュンアップル。悪党の俺たちに必要なのは悪運の方じゃないのか？死神なら間に合ってるぞ。いや、そういうこと言うなよ。ま、それなりにありがたくもらっておくわ。リンゴは好きなのよ。食べるなよ。言われなくても食べられない。そうか、私の食らう力もカノヌシの力の一部だとしたら。どうかした？味見してみる？幸運のリンゴ。ダメだよ、お守りなんだから。そうね、生きる勇気をくれるお守りよ。で、最後の目的地は？聖主の御座よ。ゼクソン港へ向かうぞ。アイマン、アイサー。カノヌシの沈めの力が昇降状態になったことで、人々の心も少しは解放されたのでしょうか。海賊団の連中も荒っぽさが戻ってきておるし、個人差はあれど変化は起きておるじゃろうの。少し各地を見に行ってみませんか。どんな影響が起きているのか気になります。四聖主にも会えるなら会ってみたいよね。それはやめておいた方がいい。四聖主はそれぞれどこかの地脈点にいるはずだが、それがどこかは分からん。遥か遠方の可能性もある。会えたところで俺たちの味方とは限らないしな。じゃあの、神は神の都合で存在しておるのであって、カノヌシを倒したいというのはわしらの都合じゃ。そうだよね。でも戦いの足場を見ておくのは悪くないわ。アルトリウスたちの動向を探りつつ世界を回ってみるのもありね。ロクロ、第四種管理地区にあんたにぴったりな島があるぜ。俺にぴったりな島だって？なんだ、うまい神水でも湧いてるのか？そういう噂もなくはないけど、剣の方のぴったりってやつだよ。その島に出るゴーマはどいつもこいつも鎧やら兜やらをまとった連中なんだってさ。鎧のゴーマなら別に珍しくはないぜ。でも島に派遣された大魔師たちの剣がみんな折られちまったって話を聞いたんだよ。剣を使うのか鎧が硬いのかはわからないけど、あんたの剣なら切れるんじゃないかってさ。ほう、悪くないな。何でもその島は昔は剣士や騎士たちを集めて腕比べをしてたところなんだってさ。その島の話なら聞いたことがある。国中の職人が腕によりをかけて作った武器や鎧を腕自慢の兵士たちに持たせて戦わせたそうだ。兵士たちの腕比べでもあり武器の品評会でもあったとか。その島に出るゴーマってことはいい剣や武器で切りかかってくるかもしれんな。俺も技者の武器や防具を見られるかもしれん。面白そうな島だな。この話を聞いて行く気になるのか。本当怖いもの知らずだな。何ですか、私だけ呼び出したりして。ライフセットは？一緒に見張りをするって言い出したけど無理に休ませました。連戦の疲れがあるはずですからね。助かったわ。あの子弱音を言わなすぎるから。名付け親に似たんですよ。似てないわよ。あの子の頑張りは希望だもの。いい風ね。はい、厳しくて悲しいけれどやっぱり世界は綺麗です。果てしない海も南国の島も氷の大地も火を吹く山も。そうね。そしてそこには人間が生きてる。
ラフィーが旅を従ってた世界なのね。あの子が海の向こうに何を見てたのか、やっと分かったわ。エレノア、一つだけあんたに頼みたいの。私に何かあったらライフセットをお願い。どうしたんですか、突然。クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから、理論上は可能なはず。ううん、断りじゃない。私の中に憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ。世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。